はい、こんばんは。ニューヨークも冬ですが、日本も冬ですな。今日はそんな寒くなかったかもしれないんですけど、今夜もね、ちょっとソロで頑張ります。ここね、あんまり私が得意なところじゃないんですけどね。まあでもちょっと頑張りますよ。これは何だ？あの人は何なんだ？敵じゃないのか。こっちから行くっていう手もあるんだよね。横から行くと意味わかんないからな。どれくらい離れているんだろうな。こっちから、おお、あそ敵こをにい片るん付けだた。ね。あ、なるほどなるほど。通知、マークした地点に接近。まずはうんざりなんだ。警告、付近に敵こうをし検てで知。すね。心配はいりませんよ。撃て！目の前にいたから。でも絶対黄色い敵が来ると思うんだよな。大丈夫、あそこにいるのは紫だけど、ちょっととりあえず砂使うか。警告、敵の接近を検知。あ、いた。あっちから来る。全然違う。
しないと。本当。スナで。敵が接近中。今度通知。重装備の敵を検知。今度黄色かな。さすがに。今度黄色ですね。今度ブルーバートするんですよ。お疲れ。頑張った。お、ストライカーの装備出たよ。はあ、やっぱり強いね。でもどうにかね。どうにかね。前よりはね、接近戦もね、落ち着いてできるようになったのよ、これでもね。これでもっていう人は多分多いと思うんですが、うん、そう、これでもできるようになったの。前もっとひどかったですからね。なんか、バーって近寄ってこられただけでわーってなってたからね。そんなもんだよね、でも最初なんて。でね、ここね、このステージなんですけど、長居をしてるとね、また敵が来るんだよね。別に、なんか普通にいるからね、敵が。なので、長居はしないで帰ろうと思うんですが、浮いてない？ここ。あ、落ちたね。あ、ワンコが死体を食べようとしている。あ、亡くなったよ、死体。犬にね、これ野良犬がいっぱいいるんだよ。やっぱり、こういう状況になっちゃってさ、飼い主もいなくなっちゃって、お腹が空いてるんだよね。そういうの考えるとね、結構たまんないんですよね。だからね、犬にね、餌をあげられるようにしてほしい。結構
街中ね、ディビジョンでこうマンハッタンの中歩いてるとさ、犬がね、こう排泄とかしてんのね。で、まあそれって多分プログラムした人の遊び心なんだろうなって思うんだけど、でもなんかそのご飯あげられたりできればもっといいなーなんてね、思ったりするんですよね。多分そういうプログラムするだけだってすごい大変なんだろうなって思うけどね。私全くそういうプログラミングとかできないからさ。さて、いや、どういたしまして。本当っすか。でね、この人たちと多分うろうろしてるとね、敵に遭遇するんだと思うんですよね。ちょっと一緒にパトロール行ってみようか、せっかくだから。お、この辺に何かあるな。なんだろうな。ライカーズを指揮していた女は恐ろしいほど賢かった。そう、あ、ララへ。取引してもいいが、あのな、ただ飯はないって言うだろ。俺が何かやるなら、お前も何かくれないとか。良い一日よ。あなたも。お、どうしたどうした。チョコバーが始まる。行こうね。ありがとう。あ、お洋服くれたね。うん、ありがとう。ねえ、最近毎回ね、遊ぶたんびにこう着替えとかするんですよ。でね、これね、この今日のこの格好ね、まあ、こんなんで極寒のニューヨークいられないんですけど、こんな格好では。まあゲームだからいいかなーって。ほんと寒い時はもうマイナス何度なんだろうね、わかんないぐらいなんですけど。ライカーズ統計部署からの電話を有料受信する場合、星印を押してください。うん、ララへよ。やっと出たよ、ララへ。私のことは知ってるわね。私のために働くか、もしくは選択肢は多くないわよ。なあ、争う気はないんだ。どうすればいい。よし、やってもらいたいことは単純よ。以前は農産物を運んでいたでしょ。そうだな。同胞には食料が必要。食料を探して、あたしが選んだ人間に与えるのよ。わかったわね。時間と場所は教えるわ。それを繰り返すだけよ。あまり残ってないと思うが。工夫しなさい。探せるだけ探すの。そしてあたしのところに持ってきて。くそ、簡単にはいかないぞ。トラックがいるし、運転手だって必要だ。それは大丈夫。配送は明日からよ。わかったわね。分かった、了解だ。あのライカーズもやっぱりララエ先輩にはね、頭が上がらなかったんですね。顎で使われてますな。ララエね、あのレキシントン、本当あれ大変だ、大変だったっつったってね、本当私何回も何回も一人でねトライしたんですけど、もうララへの護衛がねめっちゃ強かったんですよ。でその当時今みたいにいい武器持ってなかったしさ、だからもうすごい頑張ったけど殺されちゃってね、すぐ。で、まあ、最終的にはですね、マッチメイキングをしましてですね、そしたらなんかすごい優しい人がね、
一緒に行ってくれて、でまあクリアできたんですけどね。マッチメイキングね、あの本当いい人に当たるとすごい楽しいよね。とあのその時韓国の人だったかな、すごくいい人だった。お前は選択を誤った。おいグレネード1本。だからマッチメイキング最初なんかやりつけないしさ、私下手っぴだからなんかね悪いっていうか申し訳なくてなんかできなかったんですけど、同じようにこう思ってる人もきっといるかもなと思ってね、勇気を出してそのマッチメイキングして、で攻略したんですけどね。であのソロだとねどうしてもその頼りに、え、なんですか、あら、そんなどうかお願い、頼りになるのがタルト先生だけだからさ、どうしてもこう敵が近寄らないように遠くからこう制圧して頑張るしかできないんですけど、そのグループでね、まあフレンドさんでもいいんですけど、こうみんなで攻略するときってね、そんなにその神経質にならなくても倒せるんだなって。あれどこ行った、終身刑、どこだろう、奥にいるのかな、あ、あれか意外とね、あのああいう話してるんですよ、新しい手袋が欲しいとか寒いとか、俺の娘は靴になったとかそういう話をしてるからね、結構身につまされますよ。フレンドさんとね一緒だとこうずっとこうやって隠れてやらなくても結構ねどんどん前に出ていってできるんですよ。っていうのはこう一人が、まあ、おとりっていうとね言葉悪いけど、こう敵を引きつけるっていうのができるからさ、だからこう下手するとこのぐらいの、このぐらいね、このちょっとご遺体を利用しますとですね、このぐらいの距離に来てこうやってこう例えばこういうねこめかみのところに銃口を当ててダーって漁るとこう振る音でね撃つっていうこともできるわけですよ。っていうのはこの人がそのフレンドさんとかねマッチメイキングした人にこうポイントをなんていうの銃口をね向けてそっちでやってると私の方にこう注意を払われなくなるんでね。お、見つけた。あれ、取れない。どうして？あ、取れた。フルで持ってるから取れない。あ、そう。これ多分ね。何時ぐらいのマンハッタンなんだろうな、今ウエストとか見れないから、こっちだからこっちいい人でしょ。
の人だからもう午後ですね。午後ね、これ多分2時とか3時とかそのぐらいかな。スタイベサントにいるんですけど、あ、違うね、今イーストに向かってるから朝か。まだ私夜のお散歩に出たいんですけどね。ちょっと、おお、こんな感じで今日は遊んでみました。え、何ごめんびが、ちょっと、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。見てくれてありがとうございます。じゃあまた。